ックフリップを僕なりのやり方なんですけど、ちょっとハウトゥーやっていきたいと思います。まあ、まず大前提として絶対オーリーはできるようになってからで、結構キックフリップはスタンスはオーリーがこうみんな結構ここだと思うんだけど、つま先が僕はこうっすね、これぐらい角度入れてちょっとで、ここは少し開けて、まあ、大体ビスのとこぐらいかな、距離ちょっと上ぐらい、まあデッキの形とか靴の形によってちょっとこれの角度は少し調整はするけど、まあ大体こんな感じで、で叩き足はもう檻と一緒で、檻の一緒場所で、僕はもうとここの真ん中で叩くって感じで、でこれで叩いてここにシュッとする、まあ、これは多分いろんなもうハウツーとかでみんなやってることだから分かってるかなとは思うんで、あとは僕なりのコツというか、僕はこのスタンスだからこうオーリーだったらこう足全体でこうしゃがめばデッキがこうちゃんとまっすぐの状態で叩けると思うんだけど、キックフリップでここにするとオーリーみたくしゃがむとちょっとこうこっち側に行っちゃうから、これやるとすごいすっぽ抜けたりうまくすれないから、だからオーリーでここだったらこのまましゃがんでもまっすぐで、このスタンスでオーリーみたくしゃがんじゃうとこうちょっとかかと側に行っちゃうじゃなくて、それだとうまくできないから、できたとしてもキックフリップってここをこうするから絶対ちょっとこう背中側に行かなきゃうまくいかない技だから、こっちに重心がかかってるとできたとしても背中側に回らないでお腹側の方行っちゃって結構キャッチとかが難しいから、あと高さが出なかったりとかそういうのがあるから、そこだけ注意してくれればいいんじゃないかな。ちょっとつま先の方に、抜き足のつま先の方にちょっと体重を置くようにして、でそうすると板がこう曲がったりしないからまっすぐになって、でうまく叩いて擦れる。僕はこうしゃがんだえやった時にだいたいこの辺見てるですね、ちょっと抜いた場所というか抜く場所この辺見てると見て、あとさっき言ったようにちょっとつま先に体重かけとくと板がまっすぐになるんで、これが体重つま先にかかんないとしゃがんだ時こうこっちに行っちゃう、これだとうまく擦れない。逆にこれがオーリースタンスでそのまんまキックフリップできる人はつま先に体重かけなくてもできるはずなんだ。ここにあるからこそちょっとつま先にいないとデッキがまっすぐにならないから、意外とこの前足がこのつま先が重要だと僕は思います。ぶっちゃけ止まって練習するぐらいだったら本当走ってやった方がいいと思う止まってやるんだったら本当に路面いいとこでやった方がいいと思います。かかとに行くそうまっすぐ飛ばない